この写真は地元の宗教団体、勝利者の教会の会議中に撮影されたものと考えられています。写真の個人はマイケル・ハーショア氏だと考えられます。アイテム番号 SCP-1936。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1936 は2メートルの電気フェンスの中に収容し、警備隊が巡回します。収容する地域は直径 1km の大まかな円状の範囲です。監視カメラを現在巡回していない地域を補うために取り付けます。SCP-1936 内の探索はエリア37の保安責任者が指定した部総隊の護衛の下で実施します。職員は特別な許可なしに空間異常地域へと入ることは許されておらず、この許可の承認は最近の SCP-1936 内の異常活動に基づき判断します。エリア37はこれら活動の支援と、SCP-1936 より回収した物体の最初の実験と分類を実施するための設備を提供するために、対象の町の郊外に設立されました。一旦分類された物体は長期の保管と研究のために適切なサイトへと移送します。SCP-1936 から回収した死亡している生体資料は、厳重に隔離を維持してエリア37へ持ち帰ります。資料が危険であるとみなされた場合、即座に焼却を実行します。SCP-1936 内で生きている生体資料が発見された場合、調査職員はその地域から退避し、機動部隊ジータ29、狂気の登山家たちを回収と収容のために派遣します。説明 SCP-1936 はニューイングランド地方のデールポートという名前の町です。1997年、この町は単発の非常に破壊的な事象、または数日間にわたる一連の非常に破壊的な事象と思われる出来事の被害を受けました。この時、財団は SCP-1936-1 の存在により町内部への侵入または観測が実行できず、霧状の物体がデールポートに集まり街全体を覆いました。詳細情報は始光探査1936を参照。この異常現象は発生の1週間半後に消え、すでに SCP-1936 には存在していません。残った建物はその元の設計とは大きく変化した寸法となり、これらの多くの建物は移送期科学的に矛盾がある状態になりました。調査で入室時より小さくなって最終的に内部にいる人間の動きを妨げる部屋、当日の異なる時間帯の異なる場所に繋がる扉。一箇所にしか繋がっていないにもかかわらず複数の場所へと繋がる廊下等の空間異常が報告されました。生物資料のレントゲン写真です。変異した組織を強調するために、コントラストを変更しています。デールポートに影響を及ぼした異常事象からの生存者は町内部では一切見つかっていませんが、多くのデールポートの町民の死体が回収されました。死因は様々ですが、その多くは自殺によるものと思われます。多くの事例において、これら町民の死体は異常特性を示しており、これは異常事象が原因であると推測されています。これらの死体の一部を以下に示します。6マイル離れた位置からの音声無線通信を受信することができる内臓のシミ。音声は組織の振動によって作られます。対象者は小さな炎を絶え間なく放出する小型設備の側で発見されました。壁にはまった胴体。調査員が話しかけると、この胴体はわずかな動きを見せました。胴体より上部15センチメートルの位置から、絶えず血液が溢れ出ていました。両目がこじり取られた年配の男性の死体。死体の眼下、鼻、口、耳から肺の幽体が絶え間なく流れていましたが、その源は見当たりませんでした。大通りに並んで発見された複数の人間の死体。筋肉、肌、骨が額から円状に取り除かれていました。傷の周りにある肌と脳組織には激しい焦げ跡がありました。毎日1942に複数の浮いた胴体がジョンソン公立図書館に出現し、ランニングの動きをして、マーケット通りに沿って南西へと向かいます。出現から3分後、これらの胴体は道を外れ、次第に消えようとします。与えた力の向きに関わらず、力が加えられると必ず髪型に浮く若い女性の死体。始光探査記録、1936。デールポートの住人の現状が不明なため、SCP-1936-1 への侵入の安全性の確認、SCP-1936-1 の性質とその効果の確認。
町民の保護を容易とすることを目的とした、有人と無人による SCP-1936、1内への探査が実施されました。現地に資源が到着したため、この探査は数日にわたって実施されました。閉じる、思考探査記録、1936、1。無人地上探査。UGV 画像システムからのサンプル画像。手順関連する目撃者の交流と、収容境界線の確立の後、無人地上車両、UGV、1、が SCP-1936、1の中に送られました。UGV、1は大気サンプリング、センサーと、数体のラッチュスノーブジクス、ドブネズミ、個体を含んだ鋭回回路生態仕様を搭載しました。映像、音声記録装置も搭載しました。結果 UGV、1は SCP-1936、1が硫黄、窒素、酸化炭素で構成していることを示しました。その濃度は炎症が起こる程度であり、致死性は示されませんでした。生態仕様は異常効果の影響を受けませんでした。映像記録は平坦な、荒野のような景色を示し、この光景は SCP-1936、1に侵入して100メートル地点から始まり、SCP-1936、1の荒野から最高2キロメートルまで広がっていました。この距離で、UGV、1との無線通信は繋がりが悪くなり、UGV、1は SCP-1936、1境界線まで戻りました。思考探査記録、1936、2。有人地上探査。手順、UGV、25に登場した2人の D、クラス、D-512 と D-513 が SCP-1936、1に送られました。UGV、2は UGV、1より高いワット数の無線トランシーバーを搭載しました。この探査中、D-512 と D-513 はレベル A、ガス漏れ防止、大気見物保護服とバイオテレメトリ、センサーを装備しました。結果、はじめ、D-512 と D-513 は SCP-1936、1境界線から 1km の地点へ連れて行かれました。D-513 はスーツを脱ぐように命じられました。D-513 は事前にこのことについて指示があったため、すぐに応じました。D-513 は SCP-1936、1への暴露による悪影響はないと報告しました。メディカルテレメトリは D-513 がスモックを呼吸した場合と類似する、わずかな呼吸困難の状態を示しました。SCP-1936、1にいる間、D-512 と D-513 は平坦な、特徴のない地形を絶えず報告しました。需要レベルを超える無線妨害が SCP-1936、1境界線の 3km 地点から始まり、UGV、には SCP-1936、1の端まで戻りました。D-512 と D-513 の帰還の際に実施した健康診断で、この探査中に異常な影響を受けなかったことが示されました。思考探査記録、1936、3。武装職員による有人地上探査。前書き、以下の音声記録は気候歩兵小隊キロによる思考探査の副写です。小隊は環境分析装置を搭載した6台の LAV、V、車両、アルファからフォックストロット、が割り当てられました。記録は SCP-1936、1の 3km 地点から開始します。C&C キロ、キロ、こちらマイク。状況の更新をしてくれ、どうぞ。キロマイク、こちらキロ。まだ真っ平らな地形しか確認できない。侵入を始めてから、SCP-1936、1に変化は見られない。ブラボーキロ、こちらブラボー。前方に傾斜を発見した。アルファこちらアルファ。こちらには傾斜は確認できない。ここより先にブラボーの信号を確認した。ブラボー応答願う。ブラボーアルファ、こちらはちょうど傾斜を下っているところだ。アルファ了解、こちらから目視できた。ブラボーの後を追う。チャーリーキロ招待、こちらチャーリー。空の向こうに何者かを発見。多くの赤と青の模様が確認できる。少し無線を妨害しているようだ。不明 1Y、HAH ラーグ FM、ラトグエブムーン。チャーリーやC&C こちら少々。不明に彼らは言った。アーメン、その異教徒を穴の中で燃やしてもよろしいでしょうか。つまりは、奴が憎くてたまらない、燃え盛る穴の中でゆっくりと痛みにもだえてくたばりやがれ。
この時点で、探査隊と C&C との双方向通信が不能になり、メッセージの受信のみが可能となります。銃撃戦の音と、攻撃隊の様々な説明が聞こえます。約30分後、以下のメッセージを受信しました。不明サンブラーグ、私はスブルスア、フルエルキリ。私は N、グフと、今デイルポートの街を追っている。私のフタグヒを移動している間、君たちの仲間が攻撃を受けた。何人かは N、GHA になったが、残りは安全な手の中にいる。ラーグ教会の手によって、悪魔がこの街に召喚された。最悪の事態はブルグとミリメートルとタラナックによって私の中に収まるだろうが、この街とその人々が影響を受けないままというわけにはいかないだろう。大きな争いが巻き起こり、勝者を決めなければならない。やがて、エヒーを止めることのできる者たちがここに来て、ラーグ FM、ラトグを目にするだろう。どうか戦士を私の中に送るのを止めてくれ、諸具から奴らを留めておくことはできないのだ。すべてのスロドが勝者たちに屈したとき、私は立ち去り、主具は再び君たちのものとなる。どうか君たちが生き延びてくれることを願っている。Y, H, A, H。後書き無人観測を続けましたが、デイルポートの町に到着することはできませんでした。SCP-1936-1 の消失までに有人探査は実施されませんでした。回収資料、1936。多くの文書が SCP-1936 から回収されました。これらは町の以前の住民が記したものと考えられます。文書は SCP-1936 南東部の住居のラップトップから回収しました。親愛なるミチキさんへ。今日スティッキーさんの腕がクローゼットからじゃなくて窓から現れました。それは今までなんかよりうんと長かったけどまたススっぽいコブだったから触ってみたら手が怪我しちゃった。スティッキーさんによくわかんない食べ物は食べたくないって言ったら怒られました。スティッキーさんはそれは溶岩の卵が帰るためには大切なことなんだって言いました。お腹がすごくすごく減ってたからよくわかんない食べ物を食べたけどあれは緑色で動いていました。スティッキーさんはあんまし好きじゃありません。以下の極が複数の箇所、主に公衆トイレと、変異したデイルポートの住民の内部に縫い付けられていました。すまない、君を救うことができなくて。パングロス。文書は SCP-1936 南西部の店舗から回収されました。缶詰の果物が尽きた、しかしそんなことは大した問題、原文ママ、じゃない。今夜はやたらおっかない叫び声と、ヤバいのが嫌がる。人間の叫び声だ、隣のリリーのだと思う。終わりの方はどんな音だったかもわからねえ。あんな音、今まで聞いたことない。ちょっと前に何かが侵入しようとする音を聞いた。それはハーショ足が再び窓を通り過ぎた時のものだった。まだ何かがわめいてやがる。やりたくなかったが、窓から彼を覗き見た。彼の中にはありえない数の空間があった。逃げなきゃ、でかい奴らの一人がこっちに向かってるみたいだ。俺は外でドラムのような音を聞い。俺は声そして声は俺。監視カメラとその他ビデオ装置は、SCP-1936-1 が存在している間、映像記録を撮影し続けていました。ビデオは SCP-1936 の郊外にある荒廃したガソリンスタンドの監視カメラから回収しました。開始時間は2人と3機優です。スタンドのレジ係は客にビニール袋を手渡しています。2人の人間の隣の窓は割れており、未知の生物がこの割れた窓から入ってきます。映像の中央は複数の触手のような付属器官に巻きつかれたため、その外見は不明です。およそ成人と同程度の身長です。客は逃走を試みます。生物は触手で客に殴りかかります。触手の衝撃により、客の頭部は切断され、その頭部はカメラから見えなくなります。レジ係はカウンターの背後に隠れますが、生物はカウンターを越えて見えないところへと移動し、おそらく彼らに攻撃を加えたと思われます。次の30秒で血液と内臓が一斉にカウンターの上に飛び散ります。ヤマタカ帽とベストを着た初老の人間に見える存在がこの施設に入ります。この人物が映ると映像は軽く乱れ、顔が映ると乱れは大きくなりましたが、この人物の肌には三角形の焼き印が見られます。最初の生物はカウンターの上に戻り、この人物に対して警戒を示します。
この人物の身体の様々な箇所から、複数つなぎ合わされた付属機関が爆発すると、映像の乱れが増加します。最初の生物とこの個人は交戦を始めます。生物はこの人物に触れられると極度の痛みを示し、店舗の外へと退却を試みます。この人物がこの生物を店舗の外へと壁を破って投げ飛ばすと、大きな穴ができます。映像が終わる時には、天井は崩れ落ちていました。ビデオはジョンソン公立図書館の外にある、マーケット通りを向いている監視カメラから回収しました。開始時間は1:40です。スピードを出している車が、大通りを走りながら画面の左から映ります。運転手は車両の制御を失っているようで、図書館の外にある街灯に衝突します。この街灯が壊れると、割れて歪み、街灯の中から部分的に半透明の幽霊のような実体が現れます。車の搭乗者は車両から降りて、この実体から逃げるように南西に向かって通りを走り始めます。実体は追跡し、空地優に浮遊します。この光景は数分間続き、その間この実体が地面につくことはほとんどありませんでした。最終的にこの実体は追跡をやめると、様々な色に変化します。未知の恒星の青い衝撃波がこの実体から放たれ、逃走している人間の後を追います。逃走者が道をはぐれようと試みたとき、この衝撃波は逃走者を通り過ぎ、この逃走者は透明になって消えます。以下の映像は、町役場入り口に集中している数台のかろうじて作動しているカメラから回収した映像をつなぎ合わせたものです。町役場の外は損害を受け、屋根の一部が崩壊しています。建物のフロントドアはなくなっており、代わりにスペクトルの端下が青、紫に輝く循環現象が発生していました。輸送車が町役場に向かって、スピードを出して向かっているのが見えます。この輸送車は多数の一般人の車とトラック、また SCP-1936-1 の有人探査で使用した財団の車両も含まれていました。未知の素材、製造の消火器を武装した少数の人型ロボットのような実体が、この車両の側に沿って走っているのが見えます。車両は町役場に接近し、市民と財団職員が降車します。ロボットのような実体と財団職員に促され、一般人は循環現象の方へと進みます。一体の約3メートルの高さがある3方線上の対照的な形の生物と、様々な技術的な物体に覆われた6体の実体が先頭の財団車両にいます。この生物は装置の一つと接触し、数秒間一連の制御された痙攣を受けているように見えます。最初の一般人が循環現象に到着すると、1枚のフラクタル状の可動性の外殻が町役場の屋根から群衆に向かって飛びかかりました。その低い質量と高い効力により、群衆に到着するのに数秒間かかり、この間にロボットと財団職員はこの外殻に発砲しますが、ほとんど損害を受けませんでした。外殻が着地すると、最も近い一般人の方へと飛び、この一般人の頭を包みます。三方線上の対照的な形の生物はこの一般人の方に走ると、一般人から外殻を引き剥がし、地面に叩きつけて火炎放射器を作動させ、移動できなくなるまで外殻を燃やし続けます。それから、この生物は数人の呆然としている一般人に循環現象の中に入るよう指示します。指示に従うと、一般人は映像から消えました。この循環現象が崩壊するまでに、ロボットのような実体と財団職員は全ての一般人を中に入れます。放線上の生物だけが残ると、町役場の入り口上部にある石細工に、パングロスは君たちに聖域を与える、との文字を焼き入れました。生物が去ると、循環現象が定位置に残りました。SCP-1936-1 が消えて数週間後に94人の生存している一般人と、ほぼ全ての行方不明になった財団職員がエリア37から現れたことは、上記の出来事と関連があると考えられます。これら個々人はデイルポートの出来事に関する記憶を失っており、新たな情報の報告はありませんでした。SCP-1936-1 出現の原因を特定するために回収した文書を分析している間に、多数の勝利者の境界への言及が見つかりました。以下のメモは回収した死体のジャケットのポケットで発見しました。死体の頭部と左腕は通常より3倍の大きさまで腫れ上がっていました。この死体は地元の宗教団体勝利者の教会の一員である、ジェームズ・カーティスだと思われます。必要なもの。
2尾のマス、牛乳1瓶、牛乳、夢の下を歩む者は、明らかにこの手の者の中にいる、と混じり合った処女の血、どこで手に入れられるだろうか。多彩な魂、心よく売れるもの、当院は境界線の中で待つための大事な手段だ。最低200匹の甲虫、無数の氷、私がこの震える霧を対処するためにこの彫刻していると、ハーショアが思っているのなら、彼の思い違いだ。2体の死体、最低でも1年以内に死亡したもの。数個の人間の眼球、盲目なるものは数千の穴があると踏んでいたが、数個の目でよかったなんて、クソったれ。マーキーとダンが残りの材料を集める。ローラもそうだろう。ハーショアは家で本を片手に座ってるだけだ、畜生が。以下の文章は、デールポートの中心にある教会の外にあった、焦げた本のカバーの内側に記されていました。壁画の教会はスブルスアの手により取り囲まれ、震える霧は目覚めの時、世界へと降りる。霧は全てを包み込み、目覚めの阻止を願う者たちを妨げ、そして内在する偉大なる三者の勝利者たちを抑えるだろう。壁画の中央の三者は炎の偉大なる勝利者、氷の偉大なる勝利者、嵐の偉大なる勝利者である。他の者たちは互いに破滅を降り注ぎ、彼の者たちのマナは読み得ることのない、知り得ることのないルーンの言葉で刻まれている。この三者の周りで、ドジュア、光亮の闇王、そして歪む光亮に供物を捧げる従者たちに道を指し示す盲目なる者がこの領域へと参り。彼らを封じ込めんと大いなる争いの光景を繰り広がる。ドジュルプはいかなる手を使い彼の争いを援護する彼の最愛で、そして悠々しい者たちの口から灰が溢れ出るとその姿を表し、YNI、YNI とうがつ者は制圧者たちの頭蓋から彼の従者たちを逃がす。災いの刻まれた玉名は植物の君主聖人を唱える者たちを滅ぼすだろう。ジンと、マープの使者はレピドプテラの兵隊に、イナニマチュムのアッチカの夢にある銀色の灰の下の花たちと共に眠る者を運び出すよう命じる。見えることのない時代の声は偏在し、壁画で隠されるかの者の名を広めんとする黄色のルーンの言葉を発す。終わりの時、その底で、若い長身たちと神たちは三者の勝利者たちに忠義の誓いを立てる。夫、の勝利者に忠義を捧げる者たちは夫、の色に染まり上がった、偉大なる炎の勝利者ならば橙色に、氷の偉大なる勝利者ならば紫色に、嵐の偉大なる勝利者ならば緑色に。夢の下を歩む者のような、その顔が単なる三角形のような多くの者たちは同盟を結ばず、黒に染まり上がった、何者にも対立せず、さりとてすべてと対立するために。闇しか DM、AXX は周囲の果てを見せつけられ、その残りによって永遠に追放される。ヒョウゴラスは自身が失脚するまで彼の二面の顔の王国に留まり、支配する、そしてそれは竜王の偉大な囚人の手によってのみ止めることができる。二重のヤギたちは繋がり合い、ヤギの塊を作り、ヤギの地獄を延々と回り続ける。他の者たちの若い神たちの争いは、偉大なる勝利者たちの争いに影響を及ぼすことはほぼないだろう。数枚の文章宗教団体勝利者の教会の指導者であるマイケル、ハーショア氏と思われる死体から回収しました。この死体には極度の空間異常特性が見られ、回収、分析後に焼却しました。これらの文書は日誌、また日記から切り取ったものに見えますが、その大元はまだ発見されていません。ハーショア氏の死体で発見された絵、ハーショアが所有していた本から切り取られたものと思われます。1900年7月22日、私はデルポートへと戻った。私が旅立つ時、ゴドフリーは私の運を祈っていたが、本当は私の失敗を望んでいたことを知っている。彼は私の目的を信じるにはあまりにも理想主義的だ。しかし旅立つ前に図書館から必要な本は全て持ち出した。家にたどり着くまでただ待つことはできただろう。しかし適切な方法を見つけることができるかは不安だ。そしてゴドフリーは私をとても強く疑っている。すべての本を周辺で手に入れるのは難しい。失われた放浪者ダサ、N、アサドの第7巻にいくつか問題があるが、私の知り合いの容器は熱の問題に役立った。しかしまだ、取り扱った私の手は火傷を負ったままだ。若者の犠牲なしに、このような何かをするのは望んでいないだろう。ジェイムズが私を駅まで出迎える予定だが、まあ遅れるだろう。彼はいつもそうだ。手に入れたもので働かなければならない。しかしそれはこの冒険に関心のある多くの真っ当な者たちを失望させる。次回が心配だ。1900年8月1日。少々動揺している。
壊れた9の1のための誘導儀式には血の供物が必要なのだ。麻酔が使用できると考えていたが、この儀式はそれを許さなかった。今、子供が死に、捧げられた。目的を忘れてはならない。この子供は私たちがなぜこんなことをしているのか理由を知れば、彼は私に感謝するだろう。心の底から私に感謝する。それは皆のため。皆のため。そうすべての者たちのためなのだ。勝利者は人間の瓦礫を歩き、残った人々を冥界に復活させるだろう。私たちの目的に対するジェームズの献身に疑いが生じている。1900年8月13日。時代の声は異教徒の血を欲している。それはまさに一般的な異教徒を意味していると思っていたが、声は宗教の種類は気にしなかった。彼は捧げようとしなかったが、この彼の血が効いたという事実は私の疑いが正しいということだ。嘘吐きだ。彼は自分勝手に私たち皆を破滅の運命へと引きずり込んだ。事態は簡単ではない。しかし私の時間は終わりに近づいている。私たちは2日間、活動しないことを決断した。休息の時間である。だから私たちは来る者への準備ができる。私の死を受け入れよう。たとえそれが早くなかったとしても。世界は月曜日に再び横たわり、そして私たちに感謝する。ハーショア氏の死体の側でさらにメモを発見しました。これらのうちの1枚は、おそらく勝利者の教会の会員向けに死が作成したスピーチ用の原稿のように見えます。同志たち、今日私たちは共に最後の日を迎えることができた。君たち全員と共に働けたことは名誉である。私には人類の将来を確保するよりも、素晴らしい集団を望むことはできなかった。夜明けの時より、恐るべき困難が星たちの間の闇から生まれ落ちた。しかし生命への悪意はなく、ただ、無関心であった。私たちは狂気に満ちた神たち、忌まわしき者たちから見ればありのようだ。古い話で彼らがこう呼ばれたように、私はこの言葉を使う。君たちはここで聖書の神を見つけることはない。あるいは見つけるかもしれない。私にはわからない。ここでの、神、とはある種の形をした生物、この世界の原始の混沌より生まれ出た、ただの強力な存在ではない。単なる強力な存在は神が行うような残虐と堕落の非常の深みに達することはない。彼の者たちは、私たちが昆虫以外の何かであるように私たちの遥か頭上に存在する。従い、私たちにはそう見えるのだ。神たちの許し、そして支えを得るために、私たちは他の者たちより前に私たちの場所を知らなければならない。これら各々は世界自身の法則の支配を探し求め、他の者たちの歪んだ存在の性質を欲し至るに、惑星たちに、人間たちに押し付ける。この脅威に対する唯一の答えは何であるか？そう、この神たちは破壊せねばならない。この板が一掃するのだ。私たちにはそれをすることはできない。決して、そう決して。しかし私たちはこのようなものの存在など許すわけにはいかない。一つ王国に無数の王は存在できない。私たちに神たちを殺すことはできない。不可能である。そう神のみが神を殺せせるのだ。私たちはここに他の者たちを連れ、縛り付ける。彼の者たちの破滅の欲求がなくなるまで、一柱を除くすべてが死ぬまで縛り付けるのだ。常に一柱の神が生き残るこの勝利者が、唯一生き残った神として、彼の者たちが住まう場所に戻るのだ。しかし結局、彼の者たちの原初の混沌はより多くの神たちを、より多くの歪んだ天使たちと悪魔たちを生み出す。そう、そして再び起こるのだ。私たちの警戒は常に一定でなければならない。新しい勝利者を何度も、何度でも見つけ出さなければならないのだ。私たちは創造の痕跡を残すが、いつかは消えるだろう。しかし復活する。以前の人間がそうであったように、強いままでいてほしい。ことの人類の禁衆がそうであったように、強いままでいてほしい。私たちがソドムの門でしたことのように、強いままでいてほしい。私たちが常に強いままでいるように、強いままでいてほしい。なぜならば常にそうでなければならないからだ。幸運の女神は勇敢な手を取る者を支えてくださる。私たちはイナニマチュムと統一し、ソムニウムエーターヌムに入る。私たちは許されるだろう。以下の文章はハーショアの日誌の裏表紙で見つかりました。そして勝利者は人間の瓦礫から歩を進め生き残った人間に輝かしい栄光権威を与えるだろう。
私の目の赤から私は蚊の者たちを見た。そう、私はした。そうだ、私はしたのだ。そして蚊の者たちは私を見た。私は正しく全てを行った。なのにこれは何のバッタ。私は人間の瓦礫を恐れない。蚊の者たちは私たちの栄光。私たちの私は蚊の者たちが何なのかしら。ない私は私がわからない。私の喉はどこかへと消えた。私の喉はどこかへと消え、そして私はそこが好きではない。戦争には火がある。しかしここにある火は冷たく横たわっていて、自身の原子の中にある。私の頭痛の種でさえ雛鳥のために割られたナッツの中身を好む。私は私の傷をきれいにしなければならないが、私の両手はワイヤーとシアン化合物でできている。私は蚊の者たちがそびえ立つのを見ることができ、蚊の者たちは何者でもない。蚊の者たちは指の爪の先端の影、指の爪の違う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 。火の氷と光のために巨人を沈め、私たちは赤子を喰らって幸福に生きねばならない。正しくないとしても蚊の者たちは今は死んでいるだろう。英雄なんぞいやしない。勝利者は人間の瓦礫から負を進め、その他は彼に従うだろう。デールポートの中央にある教会の近くを探索している時に、屋上で発見したカメラから回収した映像です。ビデオ映像の1コマ、様々な見た目をした複数の実体が互いに交戦しているのが確認できます。未知の手段により SCP-1936-1 の密度が減り、デールポートの教会が背後に見えます。大量の石と土、それと何かしらの真菌と思われる物体で構成された不規則な形状の巨大な生物が、教会の上部数メートルの位置に見えます。この時、カメラが揺れ始めます。ホエールソングを歪めたような音が聞こえます。この生物は高さが推定50メートルあると思われます。第2の実体が教会の上部に出現します。この実体は結晶構造であり、明るい光が中央の先端部から発散しています。15秒間金切り声が聞こえます。すでに存在していた実体たちは光線を止め、逃げるかのようにこの地域から素早く立ち去ります。第3の実体と思われる存在が出現しますが、カメラの乱れがその姿の解析を妨害します。映像が停止するまで、低いハミング音が聞こえ続けます。